スミネシティナイターの G1 の対抗賞競争は今回のダブルドリーム戦の初日の第1弾を迎えていまして、これよりドリーム戦の千成賞です。さあ並びは1二3の456とどうやらゆっくりと枠なり追い風になっていまして、スタートライン上風速は2メートル前後。まず1号艇の松井茂人気の中心で、対抗賞は過去11回優出4回優勝、前走の桐生周年では G1 58回目の優勝。2号艇で吉川元博、今年 SGV2 の今大会の注目レーサー。そして3号艇とこちらホームストレッチが山崎智也、58周年の覇者です。そして4号艇の桐生順平、引っ張るでしょうか、一発決まるかどうか。そして5号艇の井口義則、49周年60周年の対抗賞 V2。 そして6号艇の太田和美は過去対抗賞は4優出で、スロー勢が1二3、ダッシュ勢が456、枠なりで3対3に分かれまして進入体系固まってまいりました。さあ今年も松井茂が逃げて本命決着なるか、注目の初日最終ドリーム戦の千成賞スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なり、3秒2秒1秒前今スタートしていきました。さあスリットが6艇がほぼ横一線、わずかにダッシュ勢ですが、1マークは逃げる1号艇の松井茂、握っていった3号艇の山崎、刺して2号艇4号艇5号艇6号艇さあバックスレッチは現在1号艇ですが、内から上がってくるのは4号艇の桐生順平、さあ届いた1号艇4号艇トップ争いになった。そして1艇身から2艇身で5号艇あとは6番3番2番なおスタートは正常でした。第1弾マーク注目トップ争い、刺して4号艇の桐生順平コーナーを先取り、追っつけて5号艇さあ仕返して1号艇の松井茂ですが、先頭争いは内外に広がっていますが、わずかにアウトから4号艇の桐生順平レーサー2周目へと入ります。先頭には4号艇刺して桐生順平トップ争い競り勝って、2番手に1号艇の松井茂、そして現在3番手には5号艇の井口義則、2周目で出したマークはトップで回って4号艇の桐生、2番手で1号艇の松井茂はイン逃げならず。そして後方3番手5号艇の懐から6号艇さあ今度は6号艇5号艇並んでまいりました。インコースに6号艇の太田、アウトコースに5号艇の井口と6番と5番と両者が3番手争いになっています。ランタンマークトップで回って4号艇の桐生、2番手で1号艇の松井茂、後方3番手争いは6号艇行って外から握って回った5号艇ですが、今度はわずかに6号艇の太田和美が上がってきて、上位が416に変わって最終周回へと入ります。現在の3番手争いは6号艇の太田、そして一定身で5号艇の井口義則が4番手、最終周回から出したマーカー先頭4号艇2番手1号艇3番手6号艇回って外から握って回って5号艇ですが、6号艇の太田和美が3番手、上位が4号艇1号艇6号艇そして2停止ほどになっては5号艇の井口が4番手、あとは後方完全に水が空いていまして3号艇2号艇の順になっています。最終ターンマーカー先頭で4号艇の桐生順平、今年の千成賞の対今年は見事桐生が差し抜けて松井茂イン逃げならず、そして2番手1号艇の3番手は6号艇の太田和美で、第12レースは416です。先頭4番ゴールイン、1番ゴールイン、6番5番ゴールイン、3番2番がゴールイン。第12レースの確定をお知らせいたします。1着4番、2着1番、3着6番以上でございました。